調子がいい？今の干し椎茸を戻してて、水でめっちゃいい。この匂いめっちゃ好きなんですよね。あ、花火のプレゼントありがとうございます。クマさんありがとう。ひやしちゃん、アマゾン派、楽天派。楽天派ですね。完全楽天派だけど、アマゾンもあのプライムビデオ登録してるから、アマゾンも結構行く。わー、たくさんいる、ありがとうございます。椎茸好きね。この干し椎茸を水で戻した瞬間のこの匂いがめっちゃ好きなんですよね。ともちんさん、あ、ともちん、ともちん、椎茸どうやって使うの？あ、もうあの炊き込みご飯にボーンって入れちゃいます。たくさん、あ、すずらんまるさん、またありがとう。流れ星、何の映画おすすめですか？ちょっと待って、なんかね、この間本当に2日前ぐらいにボクサーの方の、あ、なんだっけな、名前、ボクサーの方の映画を見たんですけど、あ、でもドキュメンタリー映画みたいなの見て、すごい良かったな。いいよね。あ、花火の5月7日、クーラブさん。料理やりますな。そうなんですよ。もうめっちゃいい匂いしてるわ、今。椎茸作ってるの。すごい。あ、じゃあ、手料理食べたい。あ、斉藤さん、こんばんは。北海道からありがとうございます。花見できないから桜送ってくれた、嬉しい。コンディション、あとね、コンディション見てないな。あとサイレントっていう映画も見ました。あの、喋ったら死ぬやつで、終わり方がなんか、しゃきたーみたいな時に終わっちゃって、ってなって終わっちゃった。超絶対うまい鮭飯ご飯インタッキー椎茸、美味しいのはそれ。パンデミック見てないな。あ、ホラー系かな。あんまりなんかホラー系結構苦手なんですよ。読めれないや。読めなかった一瞬。なんかピューって言っちゃって。あ、明日から6連休いいですね。あ、完全レッド見ました。あの、この自粛中に、うん、ちょっといろいろ考えさせられる映画でしたね。バイオハザード見た。バイオハザードは見てないです。なんかゾンビ系とか怖いよね、一人で見るの。サイレントもめっちゃ手汗握りながら見てた。見てめっちゃ手汗かくんですよね、怖い映画見ると。大丈夫でした。おー、本当ですか。あ、シンガちゃんありがとう。ネコちゃん、高校で体操部って結構少ないですよね。私は全然強豪校とかではなかったので。あ、ありがとうございます。なんだろう、こんばんは。花火ありがとうございます。サイバージャパンダンサーズのはるかです。今日も1時間夜よろしくお願いします。こんばんは。今日はちょっと夜でゆっくりなまた感じなんですけど、 ありがとうございます。ハロー。めちゃめちゃ薄いメイクで、薄いメイクってほぼして、あ、危ない、なんか倒れちゃうな。こんばんは。今日はお休みの方、お休み、あ、今日何曜日だろう。最近曜日分かんなくなってきちゃった。あ、ありがとうございます。めっちゃコメント、やっぱ夜の方が良さそう。
仕事終わり。今日木曜日か。忘れるな。忘れちゃう。ありがとうございます。ハートウェイブ、スズラ、マルさん。猫ぴょんぴょん。ありがとうございます。パンさん。スピトンさん、初見です。ありがとうございます。サイバージャパンのはるかと申します。はじめまして。待ってました。ありがとう。3回目の配信になります。はいさん、見てくれてありがとうございます。デジタル写真集買いました。そうなんですよ。実は、今日ですね、ヤングジャンプ発売と同時に、写真集、デジタル写真集も発売になりまして、ありがとうございます。感激だよ。嬉しい。ありがとうございます。巻末、ヤングジャンプ、22-23合併号の巻末に掲載していただいてます。買いました。買ったよ。ありがとうございます。みんな嬉しい。こんばんは。ちょっとね、結構告知の画面が激しい感じのグラビアだな感じだったんですけど、実は中はすごいポップというかフレッシュなグラビアになってます。買ったよ、ありがとうございます。ショックンさん、記念すべき日、そうな、本当に嬉しいです。可愛かったです、ありがとうございます。そう、これね、私はね、実はさっき買ってきた実はさっき買ってきた。あ、ありがとう。あ、純役、あ、ワイ袋、ありがとう。嬉しい。さっき買ってきた。白石麻衣さんが表紙のヤングジャンプです。ここにちっちゃくいます。そう、初めて、実は1年前に週刊プレイボーイでソログラビアをさせてもらって、それから早くも1年も経ってました。たかちゃんかな、流れちゃった。たかちゃん、ひのに、まだまだ、こんなもん、お仕事終わったのかな。ありがとう、来てくれて。そうなんです、ちょっと今回は1年ぶりのソロでグラビアをさせてもらえて、北海道やんちゃん、まだ、そうなんですよね、聞きました。あ、ゆうすけさん、ありがとうございます。しおくんさん、ありがとうございます。初見です。はじめまして、はるかです。そうなんですよね、地方によって発売日が違かったりするんですけど、多分デジタル写真集の方は全国一緒なのかな。写真集買った、ありがとうございます。どうだったでしょうかね。どれがお気に入りとかあったかな。マヨミアルパターン、そうなんですよね、もう今日はいいやと。みんな前髪前髪って言ってくれるから、あー、猫ちゃん、ありがとうございます。クーラップさん、スイスイダック、かわいい、セクシーすぎた。そうなんですよね、今回なんか初めてじゃないかなと思うぐらい、全部こうカップがなくて、もうほぼノーブラ状態のものが多かったので、結構私が前面に、で、私の前面に出てたんじゃないでしょうかと思います。ハロハロ、コンビニで最後の一冊やった、ありがとうございます、見てくれて。あ、もちもちさん、ありがとうございます。よいしょー、ハッピーバースデーの、早くも明後日だ、もう明後日に誕生日を買います。私事ですが、どの写真も最高でした、嬉しい。私的にね、結構なんかどれも、ありがとうございます、もちもちさん、
ヤシちゃんもありがとうございます。わあ嬉しい、ケーキこの2回目3回目とめっちゃケーキつけてもらえて嬉しい。ジュヤン君ありがとう。大丈夫ね、めっちゃ、そうなんです、明後日なんですけど、今回なんかいつもこうメンバーの方とグラビアさせてもらうときはなんかやっぱ担当っぽいものがあって、こうつけ普段つけないであろう色のビキニとかなんか三つ編みでとか結構いろんなスタイルにさせてもらえたのですごい楽しかったんです。コロナ落ち着いたら会いに行きたいです。ぜひ待ってます。わあハートの盾、鈴ランバルさんいっぱいありがとう、ギフト嬉しい。シンゴ、あ、シンゴちゃん、シンゴちゃんに会いたいよ。ユッチさんありがとうございます、いつもハートのウィーブかわいい。ジュンヤくんいっぱいありがとう。あ、またブタさんだった。今日はみんなもう夜ご飯食べたかな。私今準備中というか下準備中です。早く会いたい、ね、私もみんなと楽しい時間過ごしたいけど、こうやってライブ配信の機会いただけてめっちゃ嬉しい。クミさんいつもありがとうございます、いつも送ってくれる。いろいろカレーライス食べた、いいですね。あ、ヨネミンさんようこそ、ありがとうございます。私のところにも来てくれ、いつもあの私の大事な方々がお世話になってます。今さっき買ってきた、たくやくんありがとう、嬉しい。タケノコ食べました。あーそうですね、旬、私も今日あのタケノコと、あネズミになった、タケノコとシイ、あのシイタケ、シイタケ、タケノコとシイタケの炊き込みご飯しようと思って。あ、ケンタさん、ケンタさん、この AA は絶対のケンタさんだ、ありがとうございます。アフロ似合うってめっちゃ言われててんけど、お前似合ってるかな。やってる、あ、電波やばい？そうなんです、あの月末やんか、月末でちょっと電波が私も多分良くないなって。あ、明るすぎる。それを DVD 出してね、 DVD ってあんまり出す機会、あ、たけのこ旬でお家で撮る、あー、ハートありがとうございます、ゆうすけさん。あ、ハイヤーだ、大丈夫ですか、あ、天使ですかか大丈夫ですか、言えた。嬉しい、ありがとうございます。全然そんな、今日はもうずっとなんかまったりしちゃった。みなちゃん買いました、ありがとうございます、嬉しい。ハートじゅんさんありがとう。あ、そうだね、この後あの10時からリオが親友というかもう何でも話せる友達というか、何だろう、メンバーのリオが月配信なのかな。あの、はるちゃん、ありがとう、動画だよね、もう本当に、あー、かわいい、キスされた。コウゲンさん、いつもありがとうございます、読めないな。あー、マサーさん初見です、ありがとうございます。エールもいっぱい送ってもらえて嬉しいです、フォローしました、ありがとう。ハイヤーメリナトナイトナイトナイくらいの雨なんだ。It's OK、 明後日誕生日だね、そうなんです。あ、ひろバズーカさんだ、ありがとうございます。で巻き、そう、これあの今日ちょっともう楽ちんな格好に来ちゃった。
なんかあんまりね、普段の家の感じとかお届けできたらいいかなと思って、普通のワンピースいや、いつもこのピンをつけるんですよ、家で。これ楽ちんなの。なんかこの辺の髪の毛がこう邪魔だったら、もうピッツ止めてやってる、いつも今日は滝に来ませんように。来ませんもうね、何も頼んでない、最近は。こっちの方がいいか。なんか重くて良くないな。あ、ピンなしがいい。今の干し椎茸を戻してて、水で。めっちゃいい、この匂いめっちゃ好きなんですよね。あ、花火のプレゼントありがとうございます。クマさんありがとう。ひやしちゃん、アマゾン派、楽天派ですね。完全楽天派だけど、アマゾンもあのプライムビデオ登録してるから、アマゾンも結構いく。うわー、たくさんいる、ありがとうございます。椎茸好きね。この干し椎茸を水で戻した瞬間のこの匂いがめっちゃ好きなんですよね。ともちんさん、あ、ともちん椎茸どうやって使うの。あ、もうあの炊き込みご飯にボーンって入れちゃいます。あー、エール、たくさん。あ、すずらんまるさん、またありがとう。流れ星、何の映画おすすめですか。ちょっと待って、なんかね、この間本当に2日前ぐらいに、ボクさんの方の、ボクさんの方の映画を見たんですけど、あ、でもドキュメンタリー映画みたいなの見て、すごい良かったな。忘れちゃった。いいよね。あ、誕生日の5月7日、クーラブさん。料理やりますな。そうなんですよ。もうめっちゃいい匂いしてるわ、今。椎茸作ってるの。すごい。あちゃん、手拍子食べたい。あ、斉藤さん、こんばんは。北海道からありがとうございます。あ、花見できないから桜送ってくれた。嬉しい。コンディション、あ、あとね、コンディション見てないな。あと、サイレントっていう映画も見ました。あの、喋ったら死ぬやつ。で、終わり方がなんか、シャー来たーみたいな時に終わっちゃって、ねえ、えってなった、なって終わっちゃった。超絶対うまい鮭飯ご飯 in 椎茸、美味しいの、それ。パンデミック見てないな。あ、ホラー系かな。あんまりなんかホラー系結構苦手なんですよ。読めれないや読めれなかった一瞬なんかピューって言っちゃった。あ、明日から6連休いいですね。あ、完全レッド見たことある、見ました。あの、この自粛中に、うん、ちょっといろいろ考えさせられる映画でしたね。バイオハザード見た。バイオハザードは見てないです。なんかゾンビ系怖いよね、一人で見るの。サイレントもめっちゃ手汗握りながら見てた。めっちゃ手汗かくんですよね、怖い映画見ると時代体操部でした。おー、本当ですか。あ、シンガちゃんありがとう。ニコちゃん、高校で体操部って結構少ないですよね。私は全然強豪校とかではなかったので、ただ体操がしたくて、そこの高校は私服だったので、やったって感じで受験したんですけど、懐かしいな。でもね、高校時代ずっと使ってたあの iPhone があって、で、それを専門学校で使ってた時に、なんかあのパスワードを何でか変えてて覚えてなくて、
その変えたパスワードが分かんなくて iPhone がもう動かせられなくなったっていう高校の思い出が、だから写真とか全部消えちゃったんですよ。初見です、ありがとうございます。家での時間ストレッチしますよ。ストレッチはストレッチ、うん、朝起きた時にすぐしちゃいますね、いつも。あとお風呂上がりテレビ見ながら気ままになんか軽めにやります。そんな追い込まず。さあ伝統法律見せてほしい。やばくない、怒られるくない。大丈夫かな。今度写真撮ってアップしようかな、インスタとかに。熱唱するの、全然しないかもしれない。あんまりその熱唱できる曲あんまり聴かないかもしれない普段。歌とダンス、ダンスですね。暑いで、暑い。こんにちは、アイナジーノです。お家で一緒に引きこもりを届けしましょう。いいね、ありがとうございます。ポニーテールして、今度髪の毛セットするのめんどくさかったらくくって配信しよう。今日もそうしようかと思ったんですけど、髪の毛すごいまっすぐだったから。あ、シンコちゃん、人間のおじさんになりながら踊ってた。秘書の資格持ってるのびっくりした。本当ですか。でいつか使えるかなと思って。なはるちゃんのライブ解禁賞を目指すね、お願いします。2日に1回のペース。積もる想い、君に届いたな。初見です、お花火ありがとうございます。いつもインスタ見てます、ありがとうございます。あー、メールしてないよ、行けてないから。いつもでも長さ出しとか基本しないです。結構ナチュラルな、あんま載せないよね。札幌でビキニナイト見たい、もうほんと夢です。札幌のステージ、今年の冬は立てなかったから。ひやちゃん、ラーってなんや、ラーってラーってなんや。秘書になってくれますか。もう全然できないよ、できなくてもいいですか。ヤングチャンプ絶対買いますね、ぜひ見てください。私の今を詰め込んだ写真集と、写真集です。本当になんか初めてかな、グラビアでコンタクトつけなかったの。結構ナチュラルだけど、ナチュラルめだけど、こういろんなスタイルに合うようなメイクさん、メイクをしてくださる方だったので、すごい嬉しいです。中古さんありがとうございます。あー、ハッピーバースデー。誕生日の日も皆さんの言葉に甘えて、クーラブさんありがとうございます。めっちゃギフト送ってくださる、クーラブさん。デジタルってなんか、あ、そうですよね、やっぱ紙にすることってすごい今の時代難しい、うん、難しいんだと思います。やっぱりなかなか。エールありがとう、ヨッチさん。そう、皆さんのお言葉に甘えて誕生日の日も配信させてもらいます。お言葉に甘えまして、
ステイホームフロムビギンナイト師匠ありがとう。あ、近かったら怒れるんだ。見てくれたかな、みんな。なんちゃん、みんなと話せる誕生日があって嬉しい、本当に。え、なんか久しぶりに聞いて嬉しい。え、26万人見てるってことですか。多分違うと思います。ね、あれなんて言うんだろう、自分、私も知らないんですよね。 HHH なんて。札幌桜咲きました。あ、早い。本当に見てないな。かわいい、これキスしてるじゃん、かわいいありがとうクーラブさん、すごい。樋口さん、ありがとうございます。つまらない。うわー、すごい、スイシーダック、ありがとうございます。声めちゃくちゃ可愛い。本当ですか。変わった声でございます。でも何だったっけ、季節の声懐かしい。新しい曲出したいな。リゲインさんの今イメージモデルをさせてもらってるんですけど、リゲイントリプルフォースのその広告の動画、映像で声を使っていただいてて、すごいびっくりしました。めっちゃ嬉しかった。気づいてくれた方いるかな。スミメイク初めて見ました。本当すごい。メイクバイ、あ、ハートの回転ありがとうございます。お、読めなかった。そう、え、何の話してたっけ。あ、そう、着てるのジュラピケですか。そうです。めっちゃ生地いいけど、喋ってたらヒートアップしてくるからめっちゃ暑いわ電車の中で見てる。見てくれてありがとう。ギター弾いてます、ちゃっかり。誕生日の日聞こうかな。ちょっとなんか、本当に上手くないんであれなんですけど、もうF とかも全然抑えれない、まだまだなんですけど、ぜひ見てもらえるかな。コウタマン、靴下ちゃんと履くよ、履いてるよ。あ、そうだ、私たちの疲れに聞くってやつ、気づいてくれてたとは嬉しいです。ギター、初めの頃インスタライブしてたね。そうなんです、デビュー前かな、あれ。あ、桜満開ありがとうございます。デビュー前かな、なんかギター抱えて。で、最近またちょっと、はるちゃん見るためにちなダウンロードありがとう。かさようか、かさようかさん、ありがとう。支度の時間だからバイバイか。見に来てくれてありがとうね。また来てください。サイバーで、あ、サイバーではリオが一番やっぱ話すかな。同い年で唯一。ありがとう。はるちゃんに会えて嬉しい。私もこうやって配信させていただける機会をもらえて嬉しいです。カズさんありがとう。ライブ配信中。ギターは。ギターは独学です。禁じられた遊び、何ですか。そうなんですか。ゲームとかしますか。はるちゃん今日も来ました、ほのかちゃん
ハロー、ハロー。あ、猫さんになった。ゲームとかしますか？最近もう全然しないんです。昔からね、なんかあんまりそういうのにハマるタイプじゃなくて、ゲームとかなんか芸能人とかなんか漫画とか、ほんと何が好きなのみたいな。 TikTok 飛び込む動画好き。シンガポールでやったやつですね。握手会ね、めっちゃ楽しみです。私もずっと握手会で来てくれる方とかと全然お会いできてないので、結構長いこと会えてないんです。だからぜひ初めての方も来てください。また豚になったシンタさん、シンタさんからおひげのおじさんもらった。ギター頑張ってね、頑張ろうかな。ツンツンエフェクトってこれ何なの？あ、こういうこと？あーだねー、かわいい、うんちこれ前まで分かんなかったや。ありがとうございます、シンタさん。猫ちゃんありがとうございます。初見です。あ、シンタ見たいな、嬉しい。初見です、はじめまして。サイバージャパンのはるかです。そうなんですよね、ジャニーズとかそういうの本当にハマらなくて、人生でマジで漫画も読まず、ジャニーズとかそういう芸能人とか。あ、ブタさんだ、ともちんさん、ともちんさん、あ、ともちん、ともちんさん、ありがとうございます。久しぶりだ、岡山から見てくれてありがとうございます。そう、なんかハマったことなくてですね、そういうものに。だからなんか、まあ、あんまり、ね、そういうエピソードとかがないのはすごいね、申し訳ないっていうか、ダメですよね。初めてハマったのがあるか、嬉しい嬉しいです。そう、だからなんかサイバーとかすごいなんか応援してくれるさる方とか、なんかいろんな違う意味ですごいいいなって、いいなって羨ましく思う反面もあります。花火のプレゼントありがとうございます。くみくんさん、ありがとうございます。初見です。なんだろうね、なんかハマる、本当にハマらないんですよね、そういうの。会いすぎて時間止まります。とんでもないです、本当にとんでもないです。京都来た時は何食べに行くの？えね、本当にいろんなものを、結構私京都一番行かせてもらってるんですけど、そう、全然ね、いろんなもの、あの、何だったっけ、ハンバーグはとりあえず本当に美味しかったです。名前何だったっけ、もうほんとダメな、名前忘れちゃった。あのハンバーグ、京都ハンバーグって調べたら絶対出てくるんですけど、肉汁やばいやつ、あれは本当に美味しかったのと、前回はなんか韓国料理、新幹線の最寄りからすぐ、新幹線の出口からすぐの韓国料理屋さんに連れてっていただきました。いつもなんか豊富で、本当京都って豊富なんだなって思います。いろんなものいつもお食事連れてって言ってもらう。てつさんありがとうございます。シンガポール思い出を教えてくれ、いや本当にね、仕事以外ね、あ、とくろのハンバーグだ、そうです、めっちゃ美味しかったですね、あれ本当に。あの仕事終わって、あ、それは次の日の帰るまでの間に先輩方と4人だけで行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。あ、でもその前も1回行きました、確かディナーで連れて。シンガポールは本当にあの休みがなくて、あの海外は基本あんま1日休みとか無駄なのがなくて、うん、なんか行くのにも、ね、いろいろ足とかも大変だし、そう本当に何も行ってなくて、でもただただやっぱクラブは規模が大きくて、本当開放感あって、なんか全部どこ行ってもなんかアゲハみたい、アゲハっていう、新木場アゲハっていうクラブが、大きいクラブがあるんですけど、日本一の、それぐらい全部規模が大きくて、もうなんか感動しました。バッティングのやつも良かったです、ありがとうございます。はるちゃんともちゃわちゃわちゃしたいね、もう本当にわちゃわちゃしたいです。前髪かわいい、ほのかちゃん嬉しいな、ほのかちゃん、ほのかちゃん
嬉しい、ありがとうございます。切ってよかった。じゃあちょっとたまにはイメチェンしないとみんな飽きるかなと思って、飽きられるの本当悲しいからデビューしてから出会って一番すごいと思った人、いやそんなのはね、もう本当に決めらんない。本当にみんなメンバーの皆さん尊敬できるし、なんかそれぞれ尊敬できる、うん、いろんな分野でやっぱ皆さんキャラが立つというか、だし仕事にはストイックだし、なんか、うん、本当に全然やっぱイメージと違うなと思います。有吉ジャポンで知りました。あ、嬉しいです。デビュー後すぐにあの取り上げていただいたやつですね。懐かしい夢のようでした。あんな風に自分がテレビに映っているなんて。海外は本当お仕事でしか行ったことなくて、パスポートも持ってなくて、シンガポールとインドネシアだけです。また本当はね、海外も決まってたりしたんですけど、ね、こんな状況なのでなくなってしまい、うん、めぐみおろしてるの可愛いです。嬉しい。幼いよね。でもダメだよね、もうぽくないってばっかり言われちゃうからカメラでなんか撮影、ああカメラ女子、あーでもカメラ結構持っていくかもしれない。あーひなちゃんありがとうございます。カメラね、なんか自然にお出かけするときは絶対カメラ持っていきます。壊れちゃったんですけどね、あの自然撮り用で自撮りをしてたら壊れちゃって。やんちゃん買いました、ありがとうございます。福岡来た行った時は、あ、じゃあ全然読めてないな、コメントすみません、すごい前のやつなんですけど、福岡はやっぱ鍋食べたいって言っちゃいますね。でもあのお寿司とかも連れてっていただいた時ありました。でもやっぱみんな鍋食べたい、水炊き食べたいなみたいな感じになって、結局そういうお店に連れてっていただきます。すごい本当一人じゃ絶対行けないから嬉しいです。あ、やばい、広島弁めっちゃ可愛いと思いますあ、しんたさんたくさんありがとうございます。きっとまた豚さんになっちゃったあ、たくさんスタンプ、初見です、ありがとうございます。あ、爽やかなハンバーグ静岡食べ、あの一度あります。それもやばかった、すごく美味しかった。ほんとこの1年2年でなんか人生がありえないぐらい変わってしまっ変わり、本当に行けないところにたくさん行かせていただいて、こうやって全国の方と楽しい時間が過ごせるなんか本当に今幸せです。生きててよかったです。頑張ってよかったですのどぐろ、のどぐろめっちゃ美味しいですね。金沢ひやしちゃん、金沢ののどぐろ半端ない。いつも行ったら一人一匹準備してくださって、もう本当に優しくて、金沢のそのアテンドの方もクラブもすごいあったかいし、あ、もちもちさんありがとうございます。のどぐろをくれないときは出して、もう全然そんな嬉しいよ、気持ちだけで。京都の抹茶ビールあるの？ありがとうございます。あ、またおひげのおじさんになった。みんなこれ好きなの？みんな。もう立たないこれ。ごめんなさい。ハロハロ、初見です。ありがとうございます。名古屋のひつまぶしいいですね。ああ、私身長160センチちょっとぐらいです。あ、すごい、え、ごめんね、全然読めてなくて。ああ、斉藤さん、札幌ラーメンまた差し入れします、嬉しいです。まだね、実はあのいただいた昆布食べてます。まだ最後の一袋に なってますいつもありがとうございます。めっちゃ美味しいよ、札幌の昆布じゃないや、昆布かな、あの何やったっけ、あれ立たない。そうなんですよね、160センチ全然大きくないんですよ。行ってみたい。あ、私でもデビューしてから四国だけは行ったことなくて、四国はすごい
ってみたいですね。いい辛い食べれた。なんだろう、我々もゆめちゃん辛いのね。あ、よし、立たない、立った。遅刻いいなと思うな。あ、宇都宮ね、餃子、そうなんです。宇都宮いつも近いので入り時間がすごい、少しいつもより遅いんですけど、終わってからあの、行ったり、いや連れてっていただいたり、お食事パッとか、もうあのお持ち帰りで餃子をいつも続きます。東北にも来てほしいな。ね、でも、あ、新田さんありがとうございます。そう、でもあの東北ね、東北、仙台とか東北だよね。石浜さん、水水だっかありがとうございます。ともちんさん、ともちん、ともちん、 OK、 あ、間違えた。ハロハロ、はじめましてかな。はじめましての人もありがとうございます。あ、コータマン、コータマンからギフト、嬉しい。嫌いな食べ物、え、本当にないですね。でもゴーヤ、あ、りょうやさん、今たくさん食べてありがとうございます。嫌いな食べ物ね、ほんとないですね。うん、なんだろう、あ、そう、あ、ゴーヤと山椒が若干体育館の味するかなみたいな、学校の体育館の味するかなみたいな感じで、山椒がちょっと、あー、パパさんありがとうございますそう、なんか体育館の味するんですよね、山椒って。うん、あんま入りすぎてるとちょっと苦手かもしれないです。うん、他あんまないですね、苦手ないな、本当に体育館の味付けなんですよ、なんか。うん食べたことないんですけど、なんか体育館の味するめっちゃ突っ込んでくれるあ、りょうやさんありがとうございます先生だけ。そうで、あんまり苦手かなっていう感じですね。苦手っても、うん、この年になるとあんまりないかもしれない。やんじゃん見たってたくさんありがとうございます。あのさっきまでコメント返しをちょっと落ち着いたからしてたんですけど、みんなめっちゃうまかったよとか見たよって言ってくださる方本当にたくさんいて幸せです。ありがとうございます。かすみちゃん似てる、幸せです。私とリオがどっちがボケか担当、ボケツッコミ、微妙なとこですね。私の方がでもボケちゃうことは多いかもしれない意外と。はるちゃんの博多弁、あ、ピンと、あ、キラキラしたはるちゃんの博多弁、もう水筒4しかわかんないやんちゃん明日見てね。あ、合併校だからね、結構長めに置かれてると思うので、ぜひお時間あるときによかったら見てみてください。わざわざ言ってくださった方も多いです。椎茸はね、ずっと浸されてる、やばいね関西弁でもいいんです。水筒よね、すきっちゃん、すきっちゃん、すきっちゃんって言うんですか、広島、かわいすぎる、すきっちゃん水筒よ、好きちゃん、好きやでやっぱ好きやでってあれですね、好きやでってあれですね。ちょっと水筒よってめっちゃ可愛い、好きちゃん。あー楽しくってあっという間だ、時間が。今日も後ろにカビが控えておりますカビやんじゃん、カホにします。ありがとうございます。あ、ハッピーバースデーありがとうございます。ハギボー、ハピーハギボーズさんありがとうございます。アモンさんありがとうございます。デラ好きデラ好きやで、デラ好きやでみたいな感じかわ
い。あなたのことが水筒よ。水筒好きだす。何それ。ちょっと待って。山形弁のスースーズーズー弁で好きだず。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 どっちだろう。かわいいね。いろんな方言があってかわいい。方言ってやっぱいいな。男性とかでも結構方言いいなって思います。めっちゃいろんな地方の方と話してるときに方言の方もいるんですけど、なまら好きですね。なまら好き使えた。方言の男の子もいいですよね。めっちゃ好き。なんかギャップというか。めんこい。両方買ったよ。ありがとうございます。息子。そうなんですよね。もうこれしか相手にしてくれる子がいなくて。好きやで。しか言えへん。めっちゃすっきゃねんか。そうか、めっちゃすっきゃねんですね。カビって呼ぶんですね。そうそうだ。そう、一人。確かにカビ子なのにカビって呼んじゃうの。あー面白い。ごめんなさい、なんか恥ずかしい感じになっちゃいました。カビ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 したから、下から髪。東京弁は好きです。なんかあ、ランクアップありがとうございます。なんかみんながたくさんギフトを送ってくれるから。のりおさん、ひぐちさん、じゅんやくん、かんくん、りょうやさん、やっちさん、しょうくん、ダッシュさん、こうぎゅんさん、もちもちさん、ともへんさん、たくさんありがとうございます。30L もたくさんいただいて。カビルンルン。カビって面白いね。みんなもカビって言ってるやん。みんなもカビって言ってくれてるやん。もう本当にかわいいな。あ、ケンタさんにおじさんにされた。ケンタさんありがとうございます。ありがとうございます。カビになりたいって言って。面白いですね。もうみんな本当乗りよくて楽しいな。ありがとうございます。お付き合いありがとうございます。よし、待機だ。埼玉なので方言なくて。いやでもね、東京の方も方言ないっていうか、でも私からしたらそれが方言みたいな感じなんですけど。方言も可愛くて。こちらこそありがとうございます。炊き込みご飯食べたい。